やでもね、本当に冗談だけで、このダンシングソーはマジでおしゃれ。だからこれ、何カラットぐらいジルコに扱われてるんでしたっけ。これ、多分 0.5 カラットぐらいかな、起きたから言うと。あ、 0.5 でしたっけ。うん、0.5 ぐらいあると思いますよ。でもジルコニアってなんかあれですよね、なんか聞いたらなんかね、ダイヤモンドと匹敵するぐらい、本当に最近の技術がすごいから、ね、ダイヤモンドと同じぐらいの輝きを出す。はい、だからそんなにキラキラしてるんだ。下手すればジルコニアの方が綺麗だっていう、輝きは綺麗だっていう人も今はいるぐらい。こう照明のせいじゃなかったんですね、これキラキラしてるの。ちゃいます、ちゃいます。今ヤフーショッピングを見てる方はすぐ裏側のページを見ると大きく画像で写ってるんで、商品がよく見えると思います。はい、よろしくお願いします。はい、続きましての商品に、はい、続きまして、次ラブコレクションのダブさん、シルバーリングです。ラブコレクション、このリングね、超かっこいいの。うん、これね、はい、急遽今日5つ目の商品本当はなかったんだけど、はい、ヤフーショッピングさんで、昨日、一番アクセスがあった商品だったんで。あ、すごい今やっぱクリスマス前で見られてるなと思って、今日またもう一回で。今翔平くんが紹介してるのがメンズ。メンズです。はいはいはい。レギンスもある。レギンスもあります。ます。じゃあペアリングにいいね。ペアリングに。王冠になってます。これ、7号、9号か7号ぐらいから、21号ぐらいまで、本当にいっぱいサイズあるんで。指が僕は細いんですよ。だから、これね、親指でちょうど僕はいいぐらいなんだけど、そうですか。総裁側に指が男らしいから。ちょっと前でちょっと見せてもらっていいですか。僕、親指しかちょっと入らないんですよね。いいですか。あ、こっちだ。冗談や、冗談や。普通の指出してるって。そう、この指欲しいってならないから。こんな格好したの初めてよ。いいね、でも。じゃあこちら。うん、実際ね、他の指につけるとこういう感じになります。すげえ。嬉しそうだな。いやいや、めっちゃ嬉しい。なんか、あ、毛まで打つか。いや、すごい。でも実際これ、王冠の形になっててね、すごくいいんですよね。ですね。はい。で、ダブジュエリーさんの中で一番人気なんですね、この指輪が。結晶でしっかりしてますもんね。これ、132という品番なんですけど、はい、これが一番人気なんで、他にもね、はい、ダブさん、本当は、指輪、ネックレス、ピアスなど、うち400商品ぐらい扱ってるので、探しづらいんですけど、はい、これは132という番号です。132、ダブの132で調べたら、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。でもいいね、実際いくら、ね、おいくらですか。これ、ね、レディースサイズ15号までが、はい、18,360円、はい、で、17号から21号までが、19,600円ぐらいだったかな。1000アップぐらいです。それ1000アップぐらいで。はい、この翔平さんをつけてるのは今何個ですか。これで、多分10、ちょっと待ってください。これが指17号なんで、あ、17号だね、これ。おーおーおー、これで、大体17,000、あ、19,000ぐらいです。おー、2万円ぐらいって思ってもらえれば。はい。いいね、でも、本当に。かっこいいよね。いや、おしゃれしたいね、本当になんか。そういう感じです。この番組はすごいですよね。本当にヤフーさんには申し訳ないですけど、俺が買う番組みたいになってます。助かります。うちジュエリーブランドを、はい、10ブランド以上持ってますので、これからクリスマスプレゼントシーズンは、いっぱいあります。はい、しかも、まあ、後ろにショーケースもいっぱい並んでると思うんですけど、はい、かなり型在庫ストックしてますので、まだ間に合います。はい、ぜひね、はい、商品ページを見てみてください。そして、はい、セブンシップに住んでいる方はぜひね、ショップまで見に来てみてください。よろしくお願いします。神奈川沿いの神山にありますんで、はい、すぐ見てサイズとかもチェックできると思います。私知ったんですけど、Google マップで世田谷クルーズで入れたら本当に出てくる。出る、出た。だから Google マップでね、見てみてください。よろしくお願いします。ということで、大貫さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。よーよー、好感もあったっけ。すごいね、珍しい。ダムさんの輝きやばいよね。すごいね、本当に綺麗。本当にすごい綺麗ですね。何がすごいってね、誕生日でよかった。本当にクミ、言ってなかったけど、実はクミも今日誕生日なんだよ。あ、おいしそうですね。そうなんです。10月3日でね、よかった。いやー、うん、
今日配信公開してきたな。はい、あのそろそろね、ヤフーショッピングライブ終了のお時間ということで、はい、ヤフーショッピングライブをご覧いただきました皆様ありがとうございました。ありがとうございました。毎週木曜日曜19時30分よりお届けしております。またのご観覧お待ちしております。よろしくお願いします。で、まあ、この後も引き続きね、アベマ TV フレッシュで生放送をしております。はい、よろしければクルーズ TV 芸能情報で検索してみてください。ツイッターのページやフレッシュのページもあの探せますので、ぜひ続きもご覧ください。よろしくお願いします。ということで、本日いいねはどのくらいいったんですかね。おーちょっと待って、あの2000いいねいただいてますけど、あのカンペで店長が2000円って出してるんですけど、これ2000円払わなきゃいけない。皆さんもっとね、あのどんどんいいねをね、もうババババってね、何回でも押せますので、ぜひ押して。そう、1回だけじゃないので、もう分かりますので、ペッてこう押してもらえれば。もう斉藤さんになってるから。翔平さんですよ。翔平さんじゃねえ、翔平さんじゃねえ。いや、ちょっとほら、M1 とかけてみようかなと思って。かけねえ、かけねえ。M1 王女と一緒にかけてみようかな。いや、でもね、本当に。え、でもどうでした？ファッション。やっぱりね、あの思いましたね。あ、そういうの買わないといけないなって。本当にいいものは着てた方がいい。そう、だって1個、例えば帽子買っただけでも変わるじゃないですか。変わる、全然変わりますよ。なんだ、不思議だなと思うんですよ。1個、ただただ1個買っただけでこの服が全部生まれ変わるっていう。なんか嬉しそうですね。いや、だってすごくないですか。だって今の服が変わるんですよ。変えらなくても。でも1つだけはアクセントつけるだけで。すごい、2300になった。あの300円増えた。みんなで、みんなでもうバンバン押してください。翔平君払いますので。なんで俺お金払ったの。得するの誰。みんなね、自分のね、自分のあの心が痛まない。痛みません、痛みません。はい、翔平君稼いでますので、みんな払わせる。稼いでません、稼いでません。本当に悩み時です、悩み時。悩んでる。お札の金で言います。最近悩んでる。最近悩んでるよ、めっちゃ悩んでるよ。すげえ。お金の使い道、なんつってなんだよ。幸せな。みんないいねもっと押してください。もう本当にそうそう、お財布の中身は本当に空っぽです。ごちそうさまです。ごちそうさまです。何を、あのここ食べ物売ってないから。僕にビールでいいよ。なんでね。10本ぐらいでいい。本当にそれだけで元気に頑張ります。1分のね、いいねのね、数の増え方ね、恐るべしなんだよ。まあ、この後も、あのこの後も、すごい緩い感じでね、クルーズ TV の方で。え、3000いいね。すげえじゃん。増えたもん。そうか、ワンズの、だから、あの上杉さんみたいになってる。もうみんなしてこうやっていいね、こういう。あ、全然気にない。4000いいね。じゃあ、40秒。あー、びっくりした。びっくりした。腹立つわ。はい、ナートルとバナナつ。いや、今違うのよ、あのこの帽子かぶってるから叩けそう、これね、かぶってが絶対いいなと思ってさ。はい、そろそろね、本当に終了のお時間ということで、はい、引き続きね、アベマ TV フレッシュご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、また、次が木曜日ですね、はい、にお会いしましょう。ヤフーショッピングライブをご覧の皆様、またね。バイバーイ。バイバーイ。